7月11日の生放送現場から若干角度を変えてお送りしているわけですが、今日は6月の19日か、放送6月19日のガールズリンクの映像をまたまたご覧いただきたいと思います。これで私が持っているガールズリンクシリーズは全て一旦終わりになっちゃうんですけども、他にはですね、来週の2時間以降は東京のライブの模様とかいろいろお届けしていこうと思うので、ガラビボックスしばらくライブ紹介会が続きますけれども、なかなかライブに来れない皆さんはこれを見てライブに来た気分になってもらえると嬉しいです。それでは6月19日のガールズリンクの模様をまずはご覧いただきましょう。どうぞ。何
お邪魔して1時間ちょっとおしゃべりをしていたんで、まあ意外としんどくなってますけど頑張りたいと思います。はい、じゃあ次の曲でラストになるので、ちょっとここで少しだけお知らせをさせてください。私はですね、シンガー活動とか声優活動で札幌を拠点に関西とか関東に行ってるんで、詳しくはララミって検索してみておいていただきたいんですけど、それはそれとして、先ほど出てきました志賀泉ちゃんが私の来月の生誕ライブにも出てくれます。はい、そう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 、まずから空気を入れてくださいね。で、はい、そうそうそう、で4月2日にユニオンフィールドというところで生誕ライブがありますので、目標100人以上動員することを目標にしていますので、ぜひ皆さんよかったら7月2日500円でライブが見れます。いろんな人のライブが見れます。来てくださいっていうのと、あと私の楽曲も発売されますっていうことで、はい、はい、ということで、今ジョイサウンドのカラオケでララミの歌が配信されているので、気になった人は歌ってください。 CD も売ってます。以上、限定グッズとかもあるので物販来てください。以上でした。はい、歌わせていただきました。その曲を皆さんに聴いていただきたいと思います。皆さんの目標に向かって翼を生やして向かっていこうという思いを込めた歌です。